南スラウェシ州はインドネシアの州。スラウェシ島の南西半島部にある。州都はマカッサル。1964年に南南東スラウェシ州が南スラウェシ州と南東スラウェシ州に分離する。南端部にマカッサル族、中央部にブギス族、北部山間地域にトラジャ族が住んでいる。2004年10月には同州から 西スラウェッシュ州が分離した。スラウェッシュ島内では、この地域が最も人口密度が高い。広く、稲作が行われている。北部のトラジャ地方は、観光地やコーヒーの生産地として知られる。南スラウェッシュ州は20の県と3つの支部に分けられている。マミナサタ広域都市圏は、マカッサル市、マロス県、ゴア県、タカラール県の1、3県で構成され、人口、 約200万人を要する東部インドネシア最大の都市圏である。バンタエン圏、バル圏、ボネ圏、バルクムバ圏、エンレカン圏、ゴワ圏、ジェネポント圏、ルー圏、東ルー圏、北ルー圏、マロス圏、パンカジェネ諸島圏、ピンラン圏、セラヤール圏、シンジャイ圏、シデンレンラパン圏、ソップン、ケンタカラアル圏、タナトラジャ圏、ワジョ圏、マカッサル、パロポパレパレ。ありがとうございます。